アレックス・クラールは、スロバキアコシテ出身のチェコ代表プロサッカー選手。ウエストハムユナイテッド FC 所属。ポジションは MF。ユース時代は FC ズブロヨフ・カブルノと SK スラビア、プラハの下部組織でプレー。2017年2月に FK テプリツへとプロ契約を締結。5月7日の FC フラデツ・クラーロベ戦でプロデビューを果たした。2019年1月。 かつてユース時代を過ごした SK スラビアプラハに4年契約で完全一席。2019年9月1日、ロシアプレミアリーグの FC スパルタクモスクワに5年契約で完全一席。2021年8月31日、買取オプション付きの1年ローンでウエストハムユナイテッド FC に加入。各年代でチェコ代表に選出されている。 年代別代表では UEFAU-17 欧州選手権 2015UEFAU-19 欧州選手権2017などに参加した2019年3月26日ブラジル代表とのフレンドリーマッチでフル代表デビューを果たした10月14日北アイルランド代表とのフレンドリーマッチで代表初ゴールを決めたスラビアプラハ個人 ありがとうございます。